第40回先進国首脳会議は、当初、第40回主要国首脳会議として2014年6月4から5日に、ロシア措置で開催されることが予定されていた。しかし、2014年クリミア危機や、それに伴うクリミア半島でのロシアの侵攻を受けて、ロシアの G8 への参加停止や G8 からの追放について話し合われ、その結果、同年3月24日、 イギリスのデイビッド・キャメロン首相は、クリミア危機のため会議はロシアでは行わないと発表し、ロシアを除く7カ国による首脳会議をベルギー・ブリュッセルで開催する旨が決定された。6月4日、G7 サミットはブリュッセルで開催された。メディアはこれを第40回先進国首脳会議、あるいは G7 サミットと称した。 G8 から G7 へと戻ったのは1997年の第23回以来となる。本来の G8 サミット参加国は、フランス、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、ロシアの8カ国で、G8 サミットには加えて、欧州連合の欧州理事会議長と欧州委員会委員長も出席する。 今回の第40回 G7 サミットにはロシアを除く首脳が出席した。メディアを再生する2014年6月4から5日、ブルッセルで開催された G7 サミットに国家元首らが集まり、現在の世界的政治状況を取り分け、ウクライナ情勢について議論を行う。一堂に会した様子参加した首脳は G7 加盟国の代表7名と EU の代表2名。 欧州委員会長は1981年以来、すべての会議や、意思決定に出席している参加者である。第40回先進国首脳会議は、イタリア首相、マッテオ・レンチにとって、初の首脳会談となった。伝統的に、先進国首脳会議のホスト国は議題を設定する。ロシア大統領府長官、セルゲイイワノフは、 ロシアでの G8 首脳会議のための準備組織委員会長だった。首脳たちは次の G8 首脳会議で新たな世界的脅威への対応に焦点を当てることが期待されていた。2014年ソチオリンピックの施設が本来であればサミットの会場として使用される予定だった。2014年のクリミア事案を受けてイタリア、日本、ドイツ、カナダ、フランス、英国、 米国そして EU の理事会議長と委員会長は、そチちサミットへの参加を中止した。G7 各国の首脳は、声明にて、ロシアのクリミア占領は、G7 の原則に反しており、国連憲章及び、ウクライナとの1997年基本合意に違反すると述べた。2014年6月4日、ブリュッセルで開催された7カ国での先進国首脳会議で、 G7 各国の首脳は共同声明でロシア政府がウクライナの主権を継続的に侵害していると非難しウクライナでの行動に関してロシアにさらなる制裁を課す用意があると述べた2014年6月4から5日の G7 先進国首脳会議は3月のクリミア併合を受けてロシアが同グループから追放されて以来最初のサミットである ありがとうございます。